今回の検査の結果ですが、前回と比べてやはり数値が安定していませんね。小さい頃から野球が何よりも好きだった。でも1年前の夏、僕は腎臓を手術し、激しい運動ができない体になってしまった。高校に進学はしたけれど、やりたいことも見つからず、すぐに辞めてしまった。今は通信制の高校に通いながら治療を続けてる。リハビリも兼ねて、外で働ける仕事を探してるけど、条件に合うものはなかなか見つからなかった。でしょう。そうっすね。地元の子だ。あ、はい。小学校の時に来ました。おお、それか。まあ、ゆっくり見たわ。あ、あの。バイトを探してるんですけど。バイトか。急に言われてもね。まあちょっと事務所行くだわ。はい。なんでこんな勇気が出たのかわからないけど、とにかく必死だった。病気のこと、通信の高校に通っていること、小学校の時の体験学習がとても印象に残っていたこと、とにかくすべて話した。社長の足立さんはすぐに断らず、まずは体験してみたらと言ってくださった。じゃあ今日からよろしく頼むよ。わからないことがあったら中川君に聞いて。よろしく。返事。はい。じゃあ中川君案内してあげて。はい、こっちで。
それからギアをニュートラルにして、はい、じゃあエンジンかけて。しっかり持てよ。はい。お、だいぶ返事が良くなってきたな。タクヤ、お弁当。はい。サンキュー。いってらっしゃい。タクヤは3キロだって、うん、なんかあの子明るくなったわ。驚いたな、数値が下がってるよ。屋上が良かったのかな。来月からちゃんと働いてみる？あ、はい。え、いいんですか？よろしくお願いします。